はい、日本美術で世界を元気にする修華堂の田中です。絵画骨董買取プロの田中です。この左、これ向かって右側の絵画です。45番川端龍子という人ですね。川端龍子は、大田区の馬込のあたりですね、龍子先生の大邸宅がございまして、今も、そこが、美術館と、併設されているような形になってですね、今も龍子の面影を忍ぶことができます。龍子というのは大画面主義というか展覧会主義というかですね、基本的に当時の日本美術画壇というのはですね、床の間芸術といいますかですね、床の間に入るサイズの日本画を描くのが基本的な流れだったんですけれども、龍子はちょっとその風潮にちょっと流れに差をさしてですね、大きな美術館で大きな展覧会で大きな絵を見せるっていうような、そういうダイナミズムに舵を切った人ですよね。でもちろんところが龍子は一般家庭向けに絵をたくさん描いてまして、もちろんこういう建物とか影軸の作品をいっぱい残してますけれども、逆に言うと龍子はでかい絵がボーンと描けるところが強みでもありますね。ですので大きな作品も、残されてますけれども、やっぱり僕ら流通に適するという意味ではあまりなんていうか大きな絵って特殊なとこしか買えないので、龍子の絵はこういう小さい絵がたくさんもちろん流通してます。大変力のある作家です。もし龍子の絵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、絵画骨董買取プロのこの連絡先までお願いいたします。0120いつも骨董、LINE 査定はこの QR コードを読み取っていただくか、この概要欄に、URL、LINE サイトの URL も貼り付けておきますので、そちらの方もご利用いただければと思います。今、LINE ではですね、リアルタイム査定といって、テレビ電話による査定も始めました。そちらの方も合わせてご利用ください。はい、ありがとうございます。